皆さんこんにちは、ベースの秋吉です。今日はですね、サカナクションの忘れられないののイントロからスラップの前の決めまでやっていきたいなと思います。早速ですね、テンポ70でやっていきますので聞いてください。後半は解説をワンポイントレッスンやっていきたいなと思います。1、2、3、4。短いですけどここまでですね。で、解説なんですけれども、ワンポイントレッスンやっていきたいと思います。一番最初のですね、5から4までの間って結構ありますよね。ここ間がありますよね。この部分が感じれてないとバンドで合わせた時にすごく曖昧になるんですよね。なぜならこの4っていうところは16分音符の4つ目、2拍目の4つ目、わいえだといえだ、わいえだといえだ。なので16分音符の4つ目、2拍目の4つ目に、あるとすれば、ここを16分音符で埋めていってあげるっていうところですね。ポイントは、どういうことかというと、例えば全部補助輪的な、ね、役割で自分でミュートを弾いていくっていうことです。タッ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 、わいえだ、わいえだといえだっていうところですね。わいえだといえだっていうのをやって、ここが16分の4つ目に来てるっていう感覚が身についてきたら、初めてその補助輪を自分で取っていくっていうところですね。わいえだといえだ、わいえだといえだっていうようにですね、まあカウント言いながら、声に出しながら弾くっていうのも効果的だと思いますんで、皆さんぜひいろいろ試しながらですね、ここをですね、曖昧にせずに、16分の4つ目に来るような感覚で、攻めれたらいいんじゃないかなと、そうすればもうグルーブしていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ試してみてください。以上、ベースの秋吉でした。チャンネル登録をお待ちしております。